はい、皆さんこんにちは、全盲のバイオリニスト、講演家、YouTuber のアナちゃんこと穴澤雄介です。本日は皆さんにお知らせがございます。実は2020年度、私穴澤雄介 NHK ラジオでパーソナリティをさせていただくことになりました。AM 第二放送に福祉のコンテンツがあります、ね、AM 第二放送ってあの基礎英語とかやってるあのチャンネルですね。で、この AM 第二放送の毎週日曜日午後7時半から8時まで視覚障害ナビラジオという番組があります。文字通り視覚障害者を取り巻くいろいろな話題を取り上げる番組なんですけれども、この視覚障害ナビラジオでね、2ヶ月に1回パーソナリティをさせていただきます。私と、同じく視覚障害のあるミュージシャン、弱視のパーカッショニスト富田明子さんとで、お届けする番組です。リンクスクエアというプログラムなんですよ。で、このリンクスクエアはね、あのどんな内容かというと、まあ、リスナーさんからいただいたお便りと、私たちのおしゃべりとで作り上げるプログラムなんですね。で、第1回目の放送が5月10日、もうすぐですね。はい、5月10日日曜日の19時半から20時となっております。ぜひぜひお聞きいただきたいのですが、そもそもこのお知らせを見たのが5月10日過ぎだったよとかねそれから日曜日の夜はちょっと都合が悪いよという方もいらっしゃると思うんですよ。そう、でもね、ご安心ください。はい、NHK ラジオね、ラジルラジルという、スマホとかで聞けるアプリがあるんですよ。で、このラジルラジルをね、ダウンロードいただくと、このもちろんね、今放送されている番組を聞くこともできるんですが、聞き逃しを聞くという機能があって、この聞き逃しを聞くを選択していただいて、で、福祉を選択していただくと、この視覚障害ナビラジオが、後からね、放送を聞くことができます。確か放送の次の日から聞くことができるんじゃないかな。うん、で、2ヶ月間確か聞くことができたと思うので、ぜひね、このアプリを使って後からでもね、じっくり聞いていただければと思うんです。でね、もちろんラジオ聞いていただくだけですごく嬉しいんですよ、ね、もちろん聞いていただけるのはすごく嬉しいんですけど、まあ、このリンクスクエア、皆さんのお便りをもとに作るプログラムなわけですよ、ね、ですからぜひね、メールとかね、お手紙いただきたいんですね。あとね、ボイスメッセージって言ってね、留守電で直接声でメッセージを受け付けることもやってます、ね、それからね、エンディングではね、リクエスト曲も募集してるんですよ。はい、皆さんのお好きな曲で、ね、リクエストいただいて、でそれにまつわるメッセージとかいただけると、ね、たくさんお便りいただけるとね、あ、この番組聞かれてるんだなっていうことでね、NHK の放送局側からも評価いただけるので、ぜひお便りください。お便りの宛先もね、説明欄に書いておきますので、ぜひよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしく。アナちゃんでした。